はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、酒サワーという、カクテルですね、作りたいと思います。日本酒を 45ml。これはなかなか珍しい。酒、日本酒を、ソーダで割っちゃう。という、ね、やつなんですけど。シェイクです。レモンジュース 20ml。結構入れます。結構ってか、かなり入れます。そしてシュガーシロップ1ティースプーン。またここ出たよ。シュガーシロップ。ね、1ティースプーン。加え、これをシェイクします。で、氷を入れた、氷が入ってない、コリンズグラスに注ぎ、氷が入ってない、氷を忘れていた、に注ぎまして、そして、この、氷を代わりに、シェイクした氷を代わりに、ここに加え、ここに加えの、ね、加えまして、氷を入れたコリンズグラスに注ぎ、ソーダ水で、満たし。で、満たしで満たす。完成です。なんかカルピスっぽい。カルピスソーダっぽい。ちょっと薄い白い感じでしょうか。うんね。になりました。乾杯。うん。レモン。ちょっと酸っぱい。酒の味が。ほとんどしない。全然しない。一体酒とは何だったのか。日本酒とは一体。どこへ日本酒が消えてしまったのか。という味ですね。これさ、甘口のさ、日本酒使った方がいいんじゃない？雪中梅とか。全然しない。てか、これ多分レモンジュースこれ。あれじゃない？コーディアルレモン使った方が良さそうだな。フレッシュレモン使うと、
レモンの酸味が強すぎて。何も味がしない状態になりますね。仕方ないので、ね、オリジナル酒サワーを作るか。シュガーシロップを加え、酒も加え、まあ結局コーディアルレモンなんてあれですから、フレッシュレモンプラスね、シロップなわけですから、これで多分いい感じに、出ない。なってないな。全然だな。全然。これやっぱコーディアルレモンじゃん。コーディアルレモンの方がいいんでしょうね。多分ね。サントリーのカクテルレモンだから、レモン果汁 20% ぐらいの甘いやつを使ったとしても、ほんのほのかに日本酒の香りが感じられる。ぐらいだな。ほぼしないです。うん。だいたい日本酒を水で割ってしまったら、もう、おしまいでしょ。と俺は思うんですけど。ね。うん。無理だと思うよ。日本酒を3倍、4倍希釈してしまって、3倍希釈、4倍希釈ぐらいしてしまうわけだからね。そりゃ味しないの当然ですよ。うん。もうこれはもう、ね。ただの、レモンソーダ水にかなり近い。と思われます。うん。これはちょっと、ないな。これはなし、なしで。行きたいと思います。
酒さ。もうぶっちゃけさ、もう、簡単に言っちゃうとさ、これも、あれでしょう。結構これ、1対2ぐらいでも多分、これ多分炭酸とさ、日本酒の割合が1対1ぐらいにならないと、お話にならんと思うよ、これは。しかも、そうしたらそうしたで。これ。そうしたらそうしたで、多分炭酸の感覚が多分あんまないと思うんだよね。これおかしいな、これな。酒サワー。度数9って書いてあるけど、これ嘘だと思うな。度数9ですよ。これちなみに、久保田千住15度なんで、もう1対1ですらないんですよ。9度だから。これができたやつが9度ってことはもう2対炭酸2に対して酒3ぐらいの割合で酒多めに入れとかないと9の度数にはならないはず。と仮定すると、もはやサワーではない。うん。もう多分ね、炭酸のね、シュワシュワ感がね、もう3対2ぐらいになるともうしないですよ。うん。うん。あえてサワーにする必要がない。もう強炭酸とかで作らないと、絶対、もう炭酸が死にますね。うん。確実に炭酸が死んでしまうので、これはちょっとダメでしょ。これは、どうしようもねえな、これ。もはや、もはやどうしようもない。ちょっと実験として1対1で炭酸と日本酒をちょっと割ってみて、どの程度日本酒の炭酸というか炭酸も生きるか。うん。うん、1対1で割って、ギリギリ炭酸が感じられるぐらいです。ので、ここにレモンを加えて、ね。こんな感じの味にした方が絶対いいと思う。うん。これは。
だから、俺が、これを考慮して作るとすると、もはや日本酒を多分 80ml ぐらいにして、もうこれはもうシェイクで作らずに、もしくはシェイクで作ったとしたら、そうですね。最後に入れる炭酸の量を、ソーダ水の量を少なめに入れた方が、美味しくいただけるとは思いますけど、もともと日本酒の、ね、これが焼酎とかだったらまだ、言い切るんですが、ね、何分15度という度数低いですから。ね。これはもう、クソですね。もはや普通に作ったら酔えたもんじゃない。多分度数が3度ぐらいのものになるんではないかと。ね、普通に作って、まあ、だってジンとかで、ジントニックとか作るじゃないですか。ね。ジン40度ですよ。これの3倍近くあるわけだ。それでジントニック作っても5度ぐらいですかね。ジントニックがね。度数5度とか6度。その程度でしょ。結局、炭酸で割って、まあ、ね、しまう。っていうことは、ソーダが適量っていう、これが肝ですよね。材料のソーダが適量なんですけど、適量って書かれてるものに関しては、やっぱ基本的にもう、グラスの、まあ、ガーッと入れるわけですよ。結構な量。それに対する日本酒の量が 45ml。ね。これがジンとかで 45ml ならまあわかりますけど。日本酒だったらこの3倍はいるでしょ。ちょっとこれを考えた人間の頭の悪さが露呈したかと。いう感じですけどね。ちょっと俺は理解しがた、しかねるね、これは。俺を作った人間は。ちょっと、俺の常識の範疇を超えてる。まあ、多分作った人は相当、もう日本酒を結局、ソーダで割らないと飲めないぐらいの、まあ、弱い。酒に弱い人間だったと思うしか他ないですね。これは。まあ、はっきり言って、まあ、俺、ぐらいのレベルになると、もうダメですね。もう酒の味が、薄れて、もはや日本酒なんて大体ストレートで飲むはずなのにね。ね。こんな、ストレートで飲むような用にできてる度数のやつを割って飲むっていうこと自体で、ちょっと考えられない。状況ですね。だから、俺があえてするとしたら酒サワーなんてものはもう作らずに、もうこれだけ酒をバーッと注ぎ、んで、ここにレモンジュースを加える。ね。まあ、コーディアルレモンの方がいいな。フレッシュレモンよかな。
で、ロック状態の状態で、まあ、ほんのちょっとレモンジュースを加えて、飲む。これで、レモン、酒レモン、酒レモンみたいな。ね。ああ、こっちの方が全然いいな。オリジナルカクテル完成。酒レモンでお願いします。もうソーダなんていらんて。バカだね。うん。これを作った人はもうバカとしか言えない。はっきり言って。うん。悪いけど。まあ俺悪いと思ってないけど。もう完璧に自分が正しいと思ってるから、これは。さすがに。うん。だいたい、そうだね。梅酒のサワーとかあるでしょ？梅酒を炭酸で割るやつ。あれもね、俺、個人的にダメだと思う、あれは。うん。薄い。だいたい梅酒自体15度ぐらいなわけでしょ？ね。まあね、それをね、割って、薄くなって、まあでも梅酒ならまだ甘いから、だいぶ甘いからね、味が濃いからさ。まあ、100歩譲って、まあ、許せるとしても、さすがに日本酒をソーダで割るのはおかしいでしょ。ねえ。まあ、はっきり言って日本酒の、蔵元のね、人間を冒涜してるとしか思えない。これは。さすがに。これは。ね。もはや。日本酒をね、もともと加水されてるやつですよ、これ。まあ、焼酎だって加水されてるのにね。ね。こんなアルコール度数たかが15度の酒をさらに割ってしまい。ね、まあ、アルコール度数だけじゃなくて、まあ、味自体。やっぱりだいぶ日本酒ってまあ他のねえまあカシスリキュールとかリキュール系列に比べればだいぶ味が薄いんでね、それをさらに割るという、まあね、行為をちょっと俺は許せるか、許せないですね、これは。完全にここまで俺を言わしたほど、もう、まあ、罰として、完全にこれはもう一つ星をつけざるを得ない状況に陥っとるわけです。ダメだね、これは。やっぱ日本酒なんてストレートで飲むか、熱燗飲むの二択でしょ。もうバカですよ。日本酒を水割りで飲むとか、炭酸割りで飲むとか、もう、アホ。初心者とか、の、そういう範疇を超えてるね。うん。もうバカです。もうコクなんてあったもんじゃない。こんな。ただでさえ、日本酒なんてコクがない。ね。ものなのに、さらにコクをなくしてどうするんだと。もうアホも休み休み言えと。ふざけるな。ね。ここまで俺を怒らせる罪は重いぞ。ま
マジで。多分分かってくれる人いると思うよ。さすがに。ここのリスナーは割と酒に詳しい人いるから。ね。何がね、酒サワーだよ。バカかよと。名前も、あれだしね。もう、だいたい日本酒なんて、もう、あと、無限ループになるからもういいけど。やめるけどさ。また同じこと言いそうだからやめるけど。これひどいですよ。わざわざシェーカー使ってね、シェイクしてね、作ってこれですよ。このまずさ。というか薄さ。もうただのオレンジソーダ。じゃあオレンジソーダじゃん。レモンソーダ。レモンを、炭酸水で割ったような味。一体何だったのかと。ね、超初心者向けというかもう、酒が飲めない人に、こっそり、酒を飲ませるための、まあ、いわゆる女性に、酔わせるためにちょっとこれ炭酸、レモン炭酸水だからちょっと飲んでよって、言って実はこう、酒が入ってました、的な、ノリだったとしてもですよ。大体がして度数が低すぎる。あ、多分、酔わないです。クソ。これは一つ星。知ったことない。ね。これに批判があるやつはもう、コメントでどんどん言ってこい。俺が全部あれしてやる。論破してやる。クズが。日本酒ここまで、まずく飲ませたの、俺、これ、初めてですね。まあ、ただでさえまずいクボタをね。まあ、まずくはないけど、普通のね、クボタを、さらに薄くして、ね。一体何の酒か全くわからないようにしてね。こんなん、もう、聞き酒選手権の、あれですよ。聞き酒大会でこの酒サワーで聞き酒させるようなもんですよ。死ねと。頭おかしいんちゃうかこれ。作ったやつ。はい。お疲れちゃん。